神戸交通振興株式会社は神戸市によって設立された株式会社である。本社は神戸市長田区松野2の新長田地下鉄ビル内である。経営面で厳しさを増していた交通事業の経営改善に資することを目的として1984年に交通局が100%出資して設立された。主に神戸市内のバス事業や 神戸市交通局関連の諸事業を受託している。シティループバス、神戸観光の活性化と、市内都心部の回遊性を向上させることを目的として1990年4月7日に運行開始した。神戸国際観光協会が主体となり、神戸市交通局が貸切バスとして運行していた。2003年4月に運行事業者が神戸市交通局より引き継ぐ。 この時に乗り合いバスとしての運行に変更された。中東定を起点に南京町、北の新神戸駅、メリケンパークなどを経由し、約63分で一周する。一部に途中の停留所止まりの便も存在する。2015年10月9日に神戸で行われた夜景サミット2015イン神戸の開催に合わせて期間限定で運行時間を夜間帯に延長し、 新たに新神戸駅からマヤケーブルまで直通する路線が設定された。シティループの路線としては初めてマヤ、ビューラインまで延長された。夜間運行便では車内でジャズが流れた。バスには女性のコンパニオンが乗務しており、観光案内などを行っている。このためワンマン運転は行っておらず、案内はコンパニオンが行う。山手線、山手線は 2001年7月6日で営業を終了した神戸市バス91系統の復活を望む市民の声を受けて新設された路線である。市バスカード、市バス全線定期券、スルッと関西カードピタパーイコカなどが利用でき、神戸市バスと同等の営業を行っている。長らく新神戸駅前から新海地地区を循環して三宮へ至る路線であったが、 2016年4月1日のダイヤ改正で新神戸駅発着を廃止してすべて三宮発着とし、新海地地区も循環をやめて神戸駅前発着にするなどの大幅な路線変更が行われた。また本数も削減されており、平日は1時間に1.2本程度、と休日は1日5.5往復の運転である。車両は、 神戸市交通局から転籍した車両に都職を変更した上で運行している。車内機器も試行同様に小田原機器製のものが使用されている。車内アナウンスの声は2012年3月までの試行と同じであるが唯一つ違う点は神戸市バスでは次はですが山手線では次はでございますとアナウンスされる。2016年の路線の変更に伴い3種類の 声が混ざったアナウンスになっている。2018年4月2日より、神戸市バス7系統は、神戸交通振興との共同運行が開始された。系統番号は、神戸市バスと同様に7である。なお、共同運行が行われるのは、平日の一部の便のみであり、土休日は従来通り、神戸市バスの単独運行となる。車内放送は、神戸市バスのものがそのまま使われているため、 社名の放送はされず、神戸市バスや交通局とアナウンスされる。山手線については、神戸市バスと同じく、神戸市の環境政策の一環として、エコファミリー制度とエコ定期券制度が制定されている。いずれも、適用日は、土、日宿日と年末年始及びお盆休み。適用日には、運賃箱に適用日であることを知らせるフラグが立てられている。 エコファミリー制度とは、大人一人と同伴する、小学生以下が二人まで運賃無料となるものである。大人一人の支払いは、現金、市バス専用カードネイルラインカードすると、関西カード、定期券いずれも可能。利用時には、運賃支払い時に、乗務員である運転手に申告する必要がある。エコ定期券制度とは、大人の通勤定期券1枚につき、 その定期券の適用区間内での条項であれば、定期券所持者の家族の運賃が値引きされるものである。支払いは現金のみ。利用時には、運賃支払い時に、乗務員である運転手に申告する必要がある。エコファミリー制度との併用も可能である。エコ定期券制度は、2014年3月31日で終了した。なお、シティループは、両制度とも、 適用対象外である。シティループを除き、車体はシンク色に塗られていたが、二千十八年二月二日より、順次、シティループに準じた新緑基調の塗色に変更され、二千十八年四月までに在籍車両すべての塗装変更が完了し、シンク色は消滅した。すべて神戸市バスからの上都車であり、開業時は三菱不装制の初代エアロスター三大体制で、 3台とも2段窓で、そのうち2台はリアランプが角型ではない車両だった。2003年には同じく三菱不装製の中型車1台が入籍し4台体制となったが、ハイガス規制により2005年頃に逆 T 字窓の日野自動車製の2ステップバス2台と神戸市バス発のノンステップバスである日産ディーゼル製のサンドア社全てが移籍し、これら4台を置き換えた。 この4台の車両色はシンク色であるが、最初の4台と比べて若干暗めの色となっており、これ以降に導入された車両はこの色調とされた。その後も排ガス規制の関係から車両の入れ替えが頻繁に行われ、2012年頃には小型ツーステップバスも使用されたことがあったが、2013年5月に神戸市営バスの路線縮小に伴い、 余剰になった中型ノンステップバスが譲渡され、全車ノンステップバスでの運用となっている。かつては大型車が主力になっていたが、2019年8月現在は中型車のみの運行で、三菱ふそう、エアロミディとイスズエルガミオが使用されている。基本的に終日にわたって1台で運行され、平日ダイヤの朝の時間帯にもう1台が走るという運用形態となっており、 イスズエルガミオの696号車が主力車両になっている。三宮地区でシティーループと共用しているバス停が存在することから、塗装変更後は、誤条対策として、入り口のドアの窓に、山手線と書かれた張り紙を提出して運行しているが、それでも、法日外国人を中心に誤条が絶えなかったため、しばらくしてからドア横に、ノット、シティーループ、 バスと書かれたステッカーが貼り付けられた。モスグリーンのレトロ帳を基調とし、偉人感をイメージしたデザインの中型バスである。現行車両シティループの主力車両で7両在籍する。車種はイスズエルガミオとヒノ、レインボー2。イスズ車は岩戸工業で、ヒノ車は東京特殊車体工業で改造されている。中扉は4枚折り戸でスロープ板を装備する。 各車両には、愛称が付けられており、641号車が、花時計、642号車が、トアロード、643号車が、メリケン、644号車が、風見百645号車が、港、646号車が、北の、647号車が、布引きである。車内には、4カ国語で、案内可能な液晶ディスプレイを搭載している。 座席の色は、車両の相性に沿った色のものを採用しており、641.642号車は赤色、643.645号車は青色、644.646、647号車は緑色の座席となっている。乗務するコンパニオン専用の座席も備えられている。シティループの利用者増加による混雑時などの応援用の車両として、 2016年8月5日より営業運転を開始した。車両は山手線で使用されていたエルガミオでシティループの車両で初めてのノンステップバスである。外観はシティループのマスコットキャラクターであるループニャンのラッピングがなされており、車内もループニャンのイラストが散りばめられている。ただし、あくまで応援用の車両であることから他の車両と異なり、 屋根の飾り付けなどの改造は施行されておらず、座席も背もたれにカバーがかけられているところ以外は、山手線時代と変わっていない。過去の車両運行開始時に、小型車であるイスズジャーニー Q が4台導入され、1993年に2台、追加導入された。この車両は、前扉がなく、中扉のみで2枚折りドであった。1997年に運行開始時に、 導入された車両が中型車によって置き換えられ、残る2台は2003年に神戸交通振興に運行が移管された際に、局番車番も含め神戸交通振興に移籍していたが、2004年にイスズ・エルガミオで置き換えられ、全車廃車となった。運行開始時から使われた小型車を置き換えるため、1997年に中型車が4台導入された。車種は、 イスズジャーニーケイト・ヒのレインボー。この車両より前扉がついたほか中扉は4枚折り戸となった。1993年製の小型車と同様に2003年に神戸交通振興に運行が遺憾された際に局番・車番も含め神戸交通振興に移籍していたが2009年にイスズエルガミオと日のレインボー2によって置き換えられた。こちらもすべて 神戸市バスからの譲渡者であり、開業時は日野自動車製の2ステップバスが使われていた。その後、神戸市バス大崎営業所から日産ディーゼル製の大型ノンステップバスが2台譲渡され、路線撤退までこの車両が使用された。開業時はシティエアターミナルへのアクセスバスとして導入された観光バス型車両が使用されていたが、2007年から 神戸市交通局から譲り受けた路線バスの車両が使われるようになった。ただし、後ろドアは閉め切っており、観光バス車両時代と同様に前扉からの乗降となっていた。2008年には路線自体を新規バスに譲渡する形で撤退した。最後まで神戸航空交通ターミナル時代の当時の衣装を剥がした影が残ったまま使われていた観光バス型車両は、 新規バスには引き継がれず、全車廃車された。また、2007年から使用された路線バスの車両も、排ガス規制の関係で後に、全車廃車となっている。ポーアイキャンパス線の撤退に伴い、余剰になった日産ディーゼル製の大型ノンステップバスが使用されている。神戸山独線の運行開始後、しばらくしてから全面に、神戸市バスの全面の模様をアレンジしたデザインの、 バスマスクを常時装着して運行している。その後2018年5月頃に全消灯が LED に改造され、2020年6月に行き先表示器がフィルム膜から LED に交換された。なお、神戸山独線はシティループと共用するバス停が存在しないため、ノットシティループ、バスと書かれたステッカーや路線名が書かれた張り紙は掲出されていない。このか。 まれに日中時間帯に山手線に使われている中型車が代走することがある。映画ありがとうでは主人公の古市忠田がプロゴルファーテストを受けに神戸から東京へバスで出発するシーンがある。このバスに神戸交通振興ポートアイランド線のバスが使われた。これは同社が神戸市の参加であることに加え道路線のバスが高速バスと 同企画のバスであり、かつ文字やロゴが入っていないバスであったからとのことである。また、古市がバスに乗り込むターミナルには、道路線の神戸インキュベーションオフィスバス停が使われた。ありがとうございます。